赤星せよ赤星もしもし、はい、今回もやっていきましょう、はい、それやということでね、今回ラーメン二郎、新宿歌舞伎町店のとこでまだ行っちゃいました。一周回ってみたいなまあね、リルの時も行きましたけども、徒歩3分ですね、新宿から、ね、じゃ今回はノンフィクションにも出演したパロパロの和田さんじゃないですか詳細まで言ってくれるんですね。ザ・ノンフィクション、ノンフィクション出てましたね、パロパロ和田さん。アキヤとケンちょっとね、皆さん検索してくださいね見てください、ちょっともう彼で笑えなくなるんでねまあ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 、いろいろね、複雑な人もあったりして、フィリピンハーフの同期でございますね、私は。というわけでね、今日行きました、ね、ラーメン、つけ麺、その他舞台入り、大盛り、味付け、生卵、メンマとございますが、今回どうしても食べたかったんですね、はい、その前にですね、ラーメンにはこう舞台入りあるんですけども、うん、つけ麺にはございませんよね。なるほど、はい、はいはい、ということで今回僕つけ麺を食べたかったんです。つけ麺をね、いつも食べてんですよ僕、ね、つけ麺を。そう、あ、食べてんですか。だけど豚増しをあんましたことがなかったんで、どうやるんだろうって聞いたら、はい、トッピング券、これ、うん、生卵の麺までもどれでもいいんで、うん、買ってそれをカウンターで豚増ししてくださいと言うらしいです。なるほど、そしたらこういう風に。そう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 、豚増してます、全部増し増しね。漬け汁にはなんつうネギ、そして油も中に入っちゃってるよという漬け汁でして、麺の方にね、これニンニク乗ってますよね、これね。そうですね。ところが汁の中に最初から入ってることもあります、店員さんによって変わる。なるほど。そうで、漬け麺は麺の硬さを選べない、食券を山折り谷折りというシステムがないです。なるほど。つけ麺にはね。ということでね、うん、真横に和田くん置きつつも豚をいやつね、豚増ししたことにより漬け汁の中でね、もう豚泳いじゃってるんでね。いや、もうすぐね、食ったけど泳いじゃったわ。まずは泳ぎ豚からね。泳ぎ豚、泳ぎ豚からいきましょう。引き締まり泳ぎ豚噛み応えウェイということで、ちょっと歌舞伎町土地柄ウェイが出ちゃいましたけど、すいません。はい、ね、常にね、こうデカ油が入ってるわけではないんですけども、うん、どのサイズでも美味しいんで、マッシュは、おすすめでございます、ね、で、この油の少ない豚と合わせるとバランスいいですね。なるほどね。やっぱりあの歌舞伎といえばこれ引き締まりなんで、うん、組み合わせてください。もともと同じ部位だったかもしれないですかね。まあまあまあ、同じ豚かもしれない、ね、同じ豚で口の中で融合したもん、ね、結構すごい確率だけどね、それね、背脂と同じ部位だったら。そして醍醐味は野菜ね、うん、これね、つけだれがね、ほのかに酸味を帯びてて、しょっぱすぎない醤油なんで、うん、野菜に絡んできて、これがまたうまいんですよ、うん、これが。で、でね、この脂身、そして、ネギ、これザクッとした食感、うん、ハーモニーが別のつけ麺と違う。ああ、ハーモニー、ハーモニーが違うんですよ、野菜の。そうなんですよ、野菜と油の調和がすごいということでね。これ麺見てください、うん、これ海苔がちょっと入っているという、これは二郎の中でも海苔が入っているというのはかなりレアです。確かに見たことないです。ないでしょ。これね、刻み海苔がまたスープを吸収してくるんで、これ優秀ですよ。なるほどね、これは優秀。そういう役割は。そう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 。でね、縦より麺が短いのは、うん、まあ、土地柄の、まあ、何でしょう、こう、まあ、ホストの方とか衣装のままこう、うん、アフターできたりして、ああ、なるほど、散らないように。そう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 。とか外国人のお客さんすすりにくかったりしてることを、ね、配慮してるのではないかという、という憶測ですね。憶測です。はい。ちょっとありそうだな。でしょ、結構まあ見受けられますからね、うん、行きますと、でね、これね、醍醐味その2、やっぱりニンニクなんですけど、見ましたか今のデカさ。見ましたよ。これ最強なんじゃないかな。山が動いたよ。そう、あの動かないことで同じの山が動くね。甘酸っぱさが特徴的な歌舞伎二郎なので、後半の辛さの投入はちょうどいい、うん、いい味変ね、うん、でこれ麺をね、引き上げる時のこのふわっとした香りがまたこれ、うん、ニンニク別の食べ物ぐらいになってるでしょ、ね、ニンニク入れる前確かに確かにね、あ、そして、うん、やっぱりしょっぱいのを確認しちゃいましょう。どうなんでしょうか、歌舞伎は。もちろんの5です。非常にしょっぱい、ね、ちょっと和田さん引いてませんでしたね、顔隠れてるけども、うってなってますけどね、申し上げてます通り醤油感がやや控えめなんで、返しの役割素晴らしいということでございますね、さあ、そして客上なんですが、ちょっと後ろのお客さん多くなってですね、モザイクのもう映せないことになっちゃったギリギリ映ってない感じの時は映しますけども、ラー油の投入はこの限り後半ですね。でラー油も美味しいんですけども、うん、歌舞伎 のオリジナルさを消してしまうんで、最初から入れるのはちょっとね、気をつけてくださいということでございます。うわー、美味しかった、うん、いや僕これ絶対月1では行くもんな。あ、そうなんですね、同じお店にあまり行けてない中、はい、マシマシレープ 89.8、 特にニンニク量97ということで非常に多い、うん、ねえ、美味しかったね、都内でしたね。
まあ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 、しかも新宿というね、時間も結構ね、いや、そう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 、25時、6時ぐらいまでやってる、27時かな、3時ぐらいまで結構やってますね、やってるやってるやってる、だからもう終電逃しちゃって腹減ったってなったらもう一択よ、お前一択なの、一択よ、もう歌舞伎で、そうかな、あ、ちなみにパロパロ和田くん、はい、初めてのラーメン二郎です。あ、そうなんですか。ええ、コールの仕方をしっかりと教えておきましたんで、そんなこともあった歌舞伎町ごちそうさまでした。まさにザ・ノンフィクション、ノンフィクションでございました。うっす。